2枚ともいく。
暑いですよ、暑いですよね、はい、直火ですのでね、一日どのくらいやったんですか。いやもうその本数は感じしたことない、はい、です。私ども自分とこでお餅をついてますので、
そう、これね、もっと下がらないとね。
テーブルから発車いたします。お立ちのお客様、手すりなどをしっかりとお持ちお願いいたします。動きます。本日は永冠ケーブルカーにご乗車をいただきましてありがとうございます。このケーブルカーは最高勾配傾斜28度、また野生駅より比叡駅までの高低差が561メートルあり、全国のケーブルカーの中で高低差日本一を誇ります。これより山上ケーブル比叡駅までの全長 1.3km を約9分でご案内してまいります。京都市街地ご覧いただける高さまでケーブルカー登ってまいりました。また沿線には色づきましたモミジやカエデの大木が続きます。秋が深まり紅葉のピークを迎えますと、深紅のモミジトンネルとなる箇所、バスを使わずに歩いて延暦寺へ向かわれます場合は、山頂駅より登山道をお進みいただき、登道エリアまで約30分、また到着ケーブル比叡駅よりのご出発ですと、同じく登道エリアまで約40分、この
乗り継ぎをいただきますロープウェイはケーブルカーと比べて小さな乗り物でのご案内となります。ご人数に合わせまして連続運転送便で対応させていただいております。ロープウェイは片道3分少々の乗り物です。2便もしくは3便に分かれてのご案内です。ご了承お願いいたします。まあどうしてやったら。
まりました。これでケーブルカーは鶴瓶式となっており、登り倒すらいのケーブルカーは同時に発車し、同じところで進み、ちょうど中間地点ですれ違います。先方二手に分かれておりますところが軌道の塔の中間地点、2号車です。まもなく2号車にて登りケーブルカーとすれ違います。お客様もお近くのお手伝いなどをお持ちいただきます。